はい、本日はですね、ノースフェイスのスクープジャケット、こちらを紹介していきたいなというふうに思います。お前は何着ノースフェイスのマウンテンパーカーを持ってるんだと、またマウンテンパーカーですかという感じだと思うんですけども、このスクープジャケットもですね、まあまあ人気があるんですよね。だったらここもちょっと押さえといた方がいいだろうということでこちら購入したんですけども、これに関してはちょっとと思うこともやっぱりあるんですよね。まあまあこれは以前から僕ずっと言ってたんですけど、これと思うことあるからずっと買ってなかったんですよ。やけどと思うけども、見てください、この綺麗な色味、あ、色味は綺麗なんだねということで、これ名前なんていうんやったかな、アガベグリーンって書いてますわ。アガベグリーンという色になってて、ローマ字表記では AV と書いてあるんですけども、これは別に僕が下ネタ入れたいわけじゃなくて、ほんまにこれが AV って書いてあるんでね、 AV の、スクープジャケットの AV を紹介していきたいなというふうに思います。このジャケットがなんで人気なんかというとですね、やっぱりこのジップインジップできるっていうところが結構やっぱりノースフェイスならではというか、ノースフェイスでしかないようなあのあれになってるので、まあそれがいいんちゃうかなというところで、まあ人気があるとは思うんですけども、ただいかんせんこれデメリットよく聞いてください。デメリットでちょっとこれどうもなんて僕正直思ってるんですね。ずっと買いながら思ってるんですけど、まあその辺のお話をしていきたいなというふうに思いますので、本日の流れとしてはですね、まずはこのスクープジャケットの外側をバーッと見てもらって、でその次に特徴ですよね、このジャケットの特徴を言って、次にデメリットですね。ここが何とも思わへん人は多分めっちゃいいと思うんですよね。値段的にもちょっと安いしコスパいいと思うんですけど、まあ、ちょっとそのデメリットがどうかなというところと、次におすすめの人で、これはまあこういう人おすすめですよと言って、サイズ感がね若干ちょっとちっちゃいんですね。ノースフェイスのマウンテンパーカーいっぱいあるうちでもちょっとこれは比較的小さめやなと思ってもらったらいいかなと思うんですけど、そんな感じでいきたいなと思うんで、まず最初はディティールから見ていきたいなと思います。パッてまず見てもらうとですね、形はあのほんまにあのジャケットにそっくりなんですよね。そう、あのジャケットということで、何のジャケットなのかというとですね、ノースフェイスの中でのマウンテンパーカーの王様、一番すごいジャケットはこれですよね。ラオジャケットってずっと言ってましたよねっていうところのラオジャケットがこちらと同じような形になってるんですよね。なのでパッて見ていくと、こうまあいかにもハード系といいますか、どんな天候でも耐えれるやろうなというような感じの見た目がパッと見た感じから分かると思うんですけども、まあ、細かいところを見ていくとですね、このポケットの位置が高めに設定されているのは、まあ、リュックとかをねハーネスでこういうガチンって締めた時に、この下の方にあるとポケット開けれないので上の方にあるっていうのは、まあよくあるトーンストレスのポケットのタイプですよね。でこれに関しては別に止水ジップとかではないんですけど、裏側はちゃんとフリースみたいなのが使われてますね。ほんで次前をババって開けていくと、これ開いたところはメッシュですね。このメッシュはちょっと引っかかったら破れんちゃうかっていうような感じのメッシュですが、そのメッシュが前面に使われてて、左側の内ポケットもありますね。まあこれ後でも言うんですけど、防水ジャケットやから別に外のポケットでもいいんですけど、まあ中やったらより安心して濡れないかなと思うんですが、そんな感じで、でスノボーとかでも使えるようにスノーカフがついてるんですね。この下側にスノーカフがついてて、要は腰のところの隙間から雪とかが入ってこないようになってると、だからスノボーでこけたりしても安心ですよなんて言ったりするんですけど、これマウンテンパーカーと全く同じなんですよね、この仕様は。ほんで次は脇のところにこの脇毛を見せるベンチレーションっていうのがあるので、まあ、これも、マウンテンジャケットと一緒やし、この前のマジックテープの仕様なんかもマウンテンジャケットも同じような似たような感じですよね。はい、というのがまあ外観というか、まあ、外見になってるんですけども、ほなじゃあ特徴は何なのと、このスクープジャケットの一番の特徴は何かというとですね、排便等を使用している、これに限るんですね。排便等を使ってるっていうことになってて、じゃあこれ何、それが何なのかというと、要は防水でもうゴアテックスとかと全く同じ性能は同じなんですよ。もう雨でも大丈夫、風でも大丈夫、しかも何やったらゴアテックスよりもガクンと何万も安くなってくるんですよね。こんな同じ性能でゴアテックスよりも安いんやとめちゃくちゃいいやないかということで購入される方も結構多いのは多いんですけども、これがハイベントっていう名前が付けられているのはノースフェイスがあの独自で作った名前になっているのでハイベントっていう名前になっているんですけど、ゴアテックスはアメリカの会社が作ったゴア社が作った会社やからゴアテックスってなってるんですけど、まあそれの今回ハイベントなんですね。このハイベントはノースフェイスが独自で作ったから安いんだよと、でしかも性能もゴアと一緒なんだよ、ほなええやないかと思うけど、ちょっと待ったということになってですね、確かに雨風しのげるのはめちゃくちゃ良くて、値段もこれ3万円ぐらいなんですよね。マウンテンジャケットが5万円するから5万5000円かな、だから2万5000円ぐらい安いんです。倍ぐらい値段違うんですけど、なんでこんなことなってくんのというとですね、ハイベントという素材を使ってるやつは劣化するんですよね。だからこれがいいというか悪いというか人によって違うんで、僕みたいにどっちかというと長く着たい人とか一着をこう長く持ちたい人に向けてはちょっとどうなんかなとかって思うし、逆に言えばこう流行っていってもう 2,3 年でバンバン服変えていくねんっていう
方からしたら全然気にならへんから、むしろコスパいいと思うんですよね。そやからまあそれがデメリットとかおすすめの人でも一応あったんですけど、まあそういうところで、これがまあ何言ってスクープジャケットに関してはハイベントを使用してるっていうところで、ノースフェイス独自なのでどうしても劣化が起こっちゃうっていうところは微妙なんですね。ほなじゃあどこが劣化してくんのと、劣化するのは分かったよと、どんなものでも劣化するよねと、まあ皆さんのご自宅でもそうやと思うんですけども、あんだけ昔キラキラ輝いてた自分家の嫁がですね、気がついたらもうソファーにゴロゴロ、そしてベッドにゴロゴロ、ポテチをボリボリっていう風になるなんてまさか思わんかったじゃないですか。まあそれを劣化と言ったら失礼かもしれんけども、まあそういう風にね、あの変化が起こるじゃないですか。そんな感じで人間でも変化が起こるんやったら物は変化起こってしゃあないでしょということになってるんですけども、まあそれどこが変化起こるかというとですね、これ外側は全く変わらないんですよ。このままになってるから全然外側は安心できるんですけど、問題は中なんですよね。この中のところがどんどんコーティングされてるだけなんで、どんどん劣化してポロポロ剥がれたりとか、ともすれば熱によってベタベタしたりしてくるんですけど、まあ、それがただポロポロ剥がれてきてベタベタするだけじゃなくて、さらに防水性もなくなるんですよね。だからまあこれはハイベントを使ってるがゆえのちょっとデメリットでもあるんですけども、その分それで値段を安くできてるというメリットでもあるんですが、まあ、そういうところになってて、まあ、ボロボロ剥がれてくるしベタベタするし、なおかつ防水性もなくなってくるっていうのが、まあ、いずれあの、まあ、そういう風な夫婦と一緒ですよね、あの変化をしていくということになってますので、まあ、この辺がねまずハイベントであるというのがまずスクープジャケットの特徴だと思うんですけど、1つ目ということになってて、2つ目が何かというとですね、2つ目はこの中側にジップインジップできるんですよね。これは以前レビューしたことあるマウンテンジャケットとかマウンテンライトジャケットも全く同じなんですよ。だからそれは一回ジップインジップの動画出したことあるんで、それは見てもらったらいいんですけど、この中にね連結する用のジップがついてるので、今これやったらジャケット一着じゃないですか。でもこの中に例えばフリースも入れることもできるし、ダウンジャケットを入れて固定しちゃうこともできるというような仕様になってるのがジップインジップなんですね。なので、まあ、今時期とかやったらね、春先だったらこれ一枚いいと思うんですけど、ちょっと冬場寒なってきたならばフリースも入れれるし、でダウン入れれるしって言って一着なんですけど、いろんな顔を持ってると言いますかね、まあ、そういうことになってるので、まあ、分かりやすく言うと嫁ですよね。まあ今日はちょっと夫婦の話が多いんですけど、まあ、嫁もですねめちゃくちゃ喧嘩して怒ってたとしても、いきなり電話が鳴って電話取った瞬間声が変わると思うんですよね。喧嘩してる最中なんかもうなんとかなんとかって言って怒ってるのにもかかわらず、電話出る時はもしもしって言って声が高いのと全く一緒で、それぞれの場面に合ったように変化していけるというようなジャケットが、まあ、このジップインジップということになっているので、まあ、それの採用になってまして、でその次にですね、まあ、細かいところがさっき言ったこのマウンテンジャケットとほぼほぼ同じなんですけど、まあ、そうやってジップインジップがあったりスノーカフがあったりするっていうことで、ジャケットの性能としてはめちゃくちゃ高いんですよね。でこのスノーカフも別にジップで取り外しできるので、あこんなもんいらんわいう人はですねピューって取って、でポンってその辺置いといてくれたらいいので、まあ、使い方は好き好きなんで、まあ、ボードとかする人はねこうつけとったらいいし、まあ、ボードせえへんねんっていう人は別につけてでもつけてなくてもどっちでもいいと思うんですけど、まあ、この辺は自由が利くかなと思います。首元とかもねこういうちょっと地肌に当たったりしても大丈夫なように、こんなフリースみたいなのついてるっていうのが、これもマウンテンライトも一緒やしマウンテンジャケットも一緒ですね。ほんでまあこの次はベンチレーションがあるんですけど、まあ、ベンチレーションはね今までずっと説明してる通り、これは脇毛を見せるものなので、まあ、黒のジャケットとかやったら脇毛があんまり目立たへんけど、まあ、これぐらいの AV カラーになってくるとちょっと脇毛が目立つ人は目立つかもしれないんですけど、まあ、安心して開けてもらったらいいんじゃないかなというのが特徴かなと思います。ほんで次はデメリットですね。まあデメリットもここまで見ていただいたら大体わかると思うんですけど、何かっていうとやっぱりハイベントであるっていうところなんですよね。劣化しちゃうということで、で大体それがいつぐらいになったら劣化するのというとですね、大体5年とか早ければ 2,3 年って言われたりするんですよね。でともすればまあ10年って言ったりもするんですけど、これは何かというとですね、よく一般的に言われるのが洗濯いっぱいしたら劣化すると思われたりだとか、あといっぱい使ってたら劣化するとかって思われがちなんですけど、全くそんなことなくて、使用頻度とか使い方は全然関係ないんですよね。ほなじゃあ何が関係あんのというとですね、これは素材なんですよ。この中に振られてるコーティングがねポリウレタンというやつで、よくなんかこうビヨビヨに伸びるやつとかって大体ポリウレタン入ってるんですけど、そのポリウレタンっていうのはですね、もう普通に空気に触れてるだけで劣化が始まるんですよね。だから全く使ってないとしても、毎日使ってたとしても、とにかく空気に触れてればもう劣化しちゃうっていうのがもうこのポリウレタンなんですよ。だからどんだけ使ってるとか使ってないとか全く関係ないし、洗濯もしてようがしまいが関係なく劣化していくっていうのがこのポリウレタンを使ってる、まあ、コーティングのデメリットというか、まあ、残念なところになってくるので、よくスニーカーでも加水分解ってするじゃないですか。あれも一緒なんですよね。ポリウレタンが入ってるから空気に触れちゃうとどんどん劣化していくっていうことになってるので、じゃあ対策としては何があるんかというとですね、全く空気に触れさせないっていうのが対策になってて、それをすることで多少寿命は
伸びるんですけど、全く空気に触れさせへんってことは、要は使わへんってことになってるので、まあ、観賞用として買うんやったらいいかもしれないですけど、着用すること考えて空気に触れへんのはほぼ不可能なんで、まあ、これはもう誰がどう見てもデメリットかなというふうに思います。ほんでじゃあ次は、じゃあどういう人がおすすめなんかというとですね、やっぱり安く抑えたいとかコスパよく買いたいっていう方なんかにはおすすめかなと思いますし、なおかつそういう方でもう何年か経ったら俺買い替えるから別に長く着いひんから、もうその長くいるどうでもいいからっていう方なんかにはもうぴったりだと思うんですよね。まあ、それこそさっき言ったみたいに 2,3 年とかで劣化する、その中がベトベトなったりポロポロして剥がれてくる可能性は分かってるから、全然そんなもん何も関係ない、俺もそんなもん全然何とも思ってないっていう人は全然いいと思うんですけど、だいたい3万円ぐらいかけて買って 2,3 年でどうでもいいって思う人っていてるんかな。まあいてるかもしれんか、まあ分からんけど、できるだけ長く着たいっていう人なんかはこのジャケットじゃなくて、あと1万円出したらあのマウンテンライトってやつが買えるんですね。もうそれに関しては劣化がないので、そっちの方が僕としてはおすすめなんですけども、別に劣化してでもコスパ、とりあえずコスパがいいのが欲しいっていう方なんかにはまあスクープはいいんじゃないかなと思うので、例えばもそうですね、スノボー用として割り切ってきちゃうとかやったら、スノボー用のウェアってまあ言うたら 2,3 年で買えたりとか5年ぐらいで買えてったりするじゃないです か、スノボーウェアとして買うんやったら全然いいんかなと思うんですけど、私服として考えた時にはちょっとどうなんかなっていうところが、まあ人によってちょっと捉え方は違うと思うんですけど、まあそんな感じになってますね。で最後はサイズ感いきたいなと思うんですけど、これが L サイズを着用してるんですけども、 L なんですけど若干ちっちゃいということで、ちょっとねマウンテンライトジャケットの L サイズもあるので、それとパッて見て比較してもらったらいいと思うんですけど、若干ね気持ちやっぱちっちゃいかなって、こう着てても分かるんですよね。だから中にいっぱい着込むこと考えてはるんやったら、ちょっとワンサイズ上でもいいかなと思うんですけど、まあ普通にすっきり着たいとかタイトめに着たいとか、そんなに中着いひんっていう方やったらいつも通りのサイズ感、僕やったら L なんですけど、これ L で着てるんですけど、まあ中フリースとか着たいとか、こうジップインジップいっぱい使いたいっていうんやったら、もう一個上 XL でもよかったかなと思ったりはするんですけど、まあこの辺は最後着用を見てもらって終わりにしたいなというふうに思いますので、本日はですねノースフェイスのスクープジャケットを紹介しめたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。